ちろん機動力は使えるランナーです。そうなんですよね。ある程度もう金子にしてもこのバッターの木村にしても計算はできてるんですよね。セーフになりました。スライディングの方が早かった。キャッチャーの吉田もいいボール放りましたけども、まあ、タイミング的にはクロスプレーですけども、スライディングがスッとこう入っていくので、はい、その分でセーフですよね。この最後のスライディングです。まあ、今の盗塁のシーン の、 そのスライディングに関して言うと昨日お届けしたゲームの中での、まあ、楽天の福田のスライディングはベースの手前で止まってしまうような動きでしたから、あそこのスライディングはやっぱりすごく大事な部分ですからね、それだけ瞬間的なあのスピードを殺さずにベースに入れるかどうか、はい、かつての盗塁を見ると、はい、必ずそのスライディングをどうやって素早く入るかがやっぱりポイントになってたと思うんですよね。あの福本さんあたりもね、やっぱり松山さんね、うん、あの失敗してくれたことがないんでね。ああ、そうです。もう見る、ゆっくり見れるんですよね。なるほどね。スライディングの速さ、ああさすがだなと思いましたよね。ランナー三塁に行った。金子の走塁です。送球の間にすかさず三塁へ。バッターランナーはアウトになっていますがランナー三塁です。まあこういう一つ先の塁を取る盗塁からもうこれで三塁まで行きましたんでね、はい、やっぱり二塁にいるより三塁にいた方が得点力は上がると思いますし、野手にかかるあのプレッシャーですよね、これやっぱ大きいので好走塁ですよね。まあでも本当ここずっと生き生きしてますよ金子がね。昨日もそうでしたけどね。